今回はカニカマの冷やしあんかけうどんを紹介するよ。山佐のさっちゃん、お料理コーナースタート。まずナスは8等分に切ります。ボウルにナス、オリーブオイルを入れて混ぜ合わせ、500ワットのレンジでおよそ3分加熱します。オクラは塩を振り、板ずりをしてガクを取り除き、爪楊枝で数箇所刺して穴を開けます。耐熱皿にのせてふんわりとラップをし、500ワットのレンジでおよそ40秒加熱します。ミニトマトは半分に切ります。次に鍋にお湯を沸かし、うどんをパッケージの表記時間通り茹で、冷水で締めます。鍋に水、白だしを入れて沸騰させ、水溶き片栗粉を入れてとろみをつけます。そこにおろし生姜を加え混ぜ合わせ、冷やしておきます。最後に器にうどん、冷やしあん、ナス、オクラ、ミニトマト、ほぐしたサラダマリアージュをのせてごまを散らして出来上がり。今回の料理におすすめの商品はこちら。みんなも作ってみてね。また来週。